はい、皆さんこんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、行政書士試験のコストパフォーマンスですね、コスパはいいですかというですね、質問ですね、これが資格タイムズさんの Q&A にありまして、これを取り上げたいと思うんですけれども、回答されている方がいらっしゃいましてですね、行政書士試験のコスパが高いという回答と低いというですね、回答両方あったので、まず回答をご紹介します。高いと回答した方がですね、試業の中では難易度が低い、つまり比較的取りやすいですよということで、プラス何かの専門ノウハウがあれば講習にも見込めるので、コスパかなりいいんじゃないかというふうに回答されている方とですね、コスパが悪いと回答されている方はですね、なぜなのかというと、他の国家資格やですね、公務員をやっていたら取れてしまう資格である、つまり競争が激しいってことを多分言いたいんでしょうかね。試験が実務と関係が薄いということですね。あとネットでですね、ダウンロードできるため仕事が減るなんていうちょっとネガティブ意見もあったんですけれども、私もですね、見解としてはですね、これはですね、勉強機会によると思いますけれども、1年以内に取れるんであればコスパ結構いい資格であるというふうに私は思っています。当然ですね、真剣にやって3年も4年もかけて、合格されるということであれば、ちょっと分かりませんけれども、その後行政書士になってどこまで本気でやっていくかにもよると思いますけれども、いずれにしても1年ぐらいで受かるんであればですね、相当コスパ高いと思っています。その私業、侍業というふうに呼ばれるですね、ジャンルでありますし、あとですね、前にも少しお話ししましたけれども、行政書士さんって新しい分野結構ね、多いんですよ、増えるんですよ、どんどん。例えば、ドローンもそうですし、コロナによる助成金もそうですし、これ時流をつかめればですね、どこかで、必ずですね、自分の得意とする事業みたいなのがですね、できるはずですので、そういうですね、意味ではかなりいいんじゃないかというふうに思います。で、何もですね、なんていうのかな、収入だけが全てっていうことでもないんですけれども、平均年収とかも一応600万円あるというふうに言われていて、その証拠にってわけじゃないですけれども、行政書士さん その東京都内ですけれどもね、求人で400万円から600万円みたいなね、求人も中にはあるわけですから、そういう意味で1年で合格できればかなりコスパいいというふうに、言えると思います。ちなみになんですけど、司法書士に関しては、合格するまでかなりですね、大変ですので、合格した後にですね、独立しなければ、ちょっとどうなんだろうっていうふうには思います。当然独立しなくてもですね、働き方選べるので、そういう意味では自由を手に入れるっていう意味でもいいと思いますけど、収入面だけ考えると、独立開業するんだれば司法書士かなりいいと思いますけど、コスパがいいか悪いかちょっと何とも言えないですね、それ相応って感じです。はい、ということなんで、行政書士の方はですね、コスパがいいか悪いかというと、私はね、普通にいいと思っています。ただ、実務と試験が直結しないっていうのもありますけど、これは別に合格してからですね、研修とか充実してますから、そういうのを受ければいいと思うし、ネットでダウンロードできるっていうことに関しては、これは別にどの資料もね、言えることで、ただそれプラス知識があって初めて使いこなせるわけですから、それを一般の人がじゃできるかっていうと、またそれはちょっと違う話だと思いますから、いずれにしてもコスパで考えるっていうのもいいですけど、自分が何やりたいかというところと将来性を見据えた資格選択っていうのがいいと思っています。はい、他にも資格の動画上げてますので、ぜひ興味ある方は他の動画も見てください。ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。